モデルの750とかがベストやと思う。UDD まだ産経モデル違うんですか。安い。あ、安い。そう、俺らが使ってる。俺は900やけど、その下に750ってあるの。でもコトミンバックパックでそっちは行かれへんけど。だって僕ら900入れてますもん、バックパックで。え、そう。コンプレッションして。あ、そうそうそうです。でもまあ真冬行かへんって考えたら750でもいいと思う。イスカの方が、首周りがしっかりしてるから、か足元が分厚い。そうそう、分厚いね。そうやね。だから足が冷えるんだ。そう、だから俺も行くから。そうなんですよ。だからそんなのルームシューズ履いていいやん。やったらもういつかの上のグレード買うかな、その上。その上で、その上が。上が高い、高い、高い。一気に値段上がるとね。へぇ、変われへん。でも、450買ったら買い直してる、多分。うまいっすか。うん、確実に。買うのに良かった。カートに入れてるんですよ。450は多分本当今や。今でした。うん、でもね、そう前でよかった。え、橋本さんとそこ相談し合ってない。え、橋本さん、えんちゃん会うって言った。あれ、橋本さん、もう一個買えばえんちゃんみたいなのがあるから。では今から場内の説明をしていきたいと思います。あちらにあるのが、管理棟になります。で、管理棟には炭とか薪とかトングとかそういうものは結構売っておりました。で、駐車場はこちらになりまして、僕の車はここに停めております。で、本来は、横付けできないので、こちらの方に皆さん駐車場を停めてください。で、トイレの方がこんな感じ。ちょっとトイレは古いですね。トイレは洋式も一応あります。洋式も一応あります。まあでも、あとはトイレはね、残念ながら、トイレは残念ながらちょっとボットンですね。まあでも、まあ、しゃあないですね。めっちゃ結構山奥なんですよ。で、続きまして、こちらが場内になります。サイト結構ね、多分そんな幕は張れないと思います。多分30ぐらいマックスじゃないかなとは思いますね。まあ小さい点でたらもっと張れるかもしれないんですけど、予約はしっかりしとかないと多分入れないと思います。こっちが川サイト。あ、ここも結構いい場所だった。こっちで張ってもよかったな。あの、この辺も結構張れるみたいで、
こういうとこもいいですよね。一人で来たらこういうとこに入りたいですね。で一応あの川遊びをできるって聞いてたので、まあ、それでここを選んだんですけど、川せっかくなんでちょっと降りて見てみましょうか。あのサイトがちょっと高くなってるので下らんとはダメなんですよ。川沿いっていうよりも川の高台にキャンプ場があるみたいですね。一応今日ね水着持ってきてるんですよ。泳ぐ気満々やったんですけど、これは結構楽しめると思いますよ。川もね結構綺麗です。え、ここめっちゃいいやん。あの結構浅瀬もあるので、あのお子様連れも多分全然行けると思いますよ。綺麗くないですか。ちょっと川の温度を確かめてみます。天川村とかよりかは入れる温度ですね。結構あのやっぱり川遊びすごい楽しめる場所なんで、おすすめです。10個ぐらいはありそうですね。見ての感じ大まかにこんな感じです。なんかすごい落ち着けるキャンプ場です。で今回の橋本さんのテントはこちらです。あの軽量で高いやつです。え、このタープは橋本さん何ですか。あ、ローカスギアのタープです。で、森猿さんはのサイトがこれですね。橋本さんの、橋本さんはこのお葬式スタイルで寝るみたいです。これ便利ですよね。これ、うん、めっちゃ便利ですね。で、コトミンはこのあの有名な何でしたっけ、ハードウェアのテントです。初張りです。とうとうコトミンもマイテント買いましたよ。なんか女性でこれ使ってたらもう超一流な感じしますよね。で今回は、うちはトルトゥです。久々に1年ぶりに出しました。結構かっこいいですね。それぐらいでっかいっすもんね。まあみんなで、バドミントンして遊んでます。まあ特に本当今日はすることなくてみんなゆっくりしてるんですけど、動画も撮ることなくて、まあなんか写真も撮ることはあんまないような場所なので、まあ今本当に何しよっかなって感じで、でも汗かいて気持ちよかったです。で今これを撮ってるのは実は携帯なんですよ。今ね携帯はすごい画質が良くなってます。でこれは携帯の 4K の 4K に設定してます。結構、携帯でも 4K やったら、いい感じに撮れるでしょう。ゆずくんが戻ってきました。じゃあ、ゆずくんにフォーカスを当ててみたいと思います。さあ、ゆずくん。さあ、ゆずくん、どんな感じですか、キャンプは。キャンプ楽しいよ。でも、家で寝るのが一番好きかも。もう、しんどいんだよ。綺麗に見ますよ。もう今、携帯が綺麗だな。もう GoPro いらず。携帯でさ、YouTube 上げたらいいんじゃん。あ、そうですよ。携帯めっちゃ綺麗ですから。携帯の設定 4K にしたいんですよ。何あれ。まあ、携帯でもこれぐらいの画質は出るので、十分かなと思います。携帯でも設定次第で何でもできますんで、また携帯でもやってみてください。あと携帯にあの外部音声のマイク使ったら結構もう使えます。一番静かな時間帯よね。
静かなご飯の森の影からチャラチャ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 チ動け。なぜ今日俺がこのシステムで来たかというと、夜お酒を飲んで、はい、トイレ行くじゃないですか、1回2回絶対、絶対、はい、でシュラフ脱いでアスティカス脱いでゴソゴソって出てトイレ行くのめんどくさい、めんどくさい。そんな時にザ・ハシマシテレビジョン、そんな時に活躍するのが今日の商品はこちら。あれ小さい。小さい。何ですか、持ってください。軽い。軽いです。軽い。OMM。登山用のブランドですね。はい、でもね、パンツなんですけど。小さい。こうでしょ。履きました。履きました。上下セットなんですね。あら。そう。そう。スカートになってシュラフになって、これ後ろももうめんどくさいからやれへんけど、シュラフになって。わお、これはすごい。足先だけのやつ。いります？足寒いじゃないですか。いや寒いですけど。まあ、足寒いじゃない。います？足寒いでしょ。え？いやもうちょっとなんかあれ入れられてるんかなと思ったら、いや膝までないですか。これがこの OMM のブランドのアホなとこで、膝までないですね。アホ面白いんですよ。三択出すのもびっくりする。あ、ちゃんとつけれるんですよ。はい、つけれるんです。すごい、あ、セット。え、で、それでトイレ行くときつけるんですか。トイレ行くとき、トイレ行くときまたそれ外していくんですか。一緒じゃないですか。いや、一緒じゃないですか。いやいや、待って。で、トイレ行くとき、こうやって。ダウン入ってるの。ほら、トイレ行くとき見て。トイレ行くとき。トイレ、トイレ、トイレ。ほら、トイレこのまま行けちゃう。この冷たい目。ダウンパンツでいいんじゃないっていう説明をして。河川なんですよ。あ、河川なんですね。そもそもダウンと河川やったら、はい、ダウンの方が保温力、あったかい、そして軽いっていうのが2大ダウンの良さなんですよね。だけどこう河川のいいところっていうのは、河川の一番ダウンと違うメリットは濡れた時の保温力が高いです、うん、その何なんすか、そのへーみたいな顔なんかあーみたいな、ほんまやし、でもまあ濡れる場面ってどういう場面なんですか。濡れる場面っていうのは結露とか、あ、結露、うん、説明させたのお前らやないかい。俺がプレゼンしたのにやで、ね、わざわざプレゼンしてる間中お前ら死んでたやんけね。ガー見てまして、ガー、いや、ガーの火の中入ってたから。ほんまに俺が一生懸命喋ってるのにさ。ただ橋本さんのその上着の感じは好きですよ、単純に。服としては好きです。めっちゃ見てる。なんかめっちゃ良さげっすもん。すごい。ダウンってさ、モコモコするやん。はい、なんかそのシュッとしてるからいいなと思いました。モコモコしないの、これ S サイズで。これ3000ぐらいだったら僕も買いたい。はぁ、3000円。はぁ、無理で、おいくら前なの。おいくら前なの。びっくりした。あ、当てましょうか。当てやおうか。僕は当て、僕知ってますわ。あ、知ってる、知ってます。え、それ上下セットで売ってるんですか。いや、全部単品、単品。単品ですか。足元も、足元も。でも、え、足元単品で買ったんですか。足元これね。僕は多分足元は確か8000円ぐらいじゃないですか。まあそうです、ですよね。これ8000円ぐらい。ただ足元。これユーロのサイズにぴったりでしたよ。うわ。でも上着で、でも河川っすよね。河川。防水ではないんですよね。防水じゃない。やったら、撥水加工はされてるけど。18000円。いや、定価で3万。え、結構しますね。3万2000円。下が2万って。うん、下が2万ちょいぐらいですよね。5000円以上です、5000円。かわいい。
if the wind could spread your love? What if me? すごい重いですよね。絵になる。かわいい。これ何？今日はご飯は何だ？今日はスープです。スープです。違う。味噌スープではない。え、それのみ？あと、あとは、サラダです。サラダ、はい、ダイエット中です。マジで落ちない。太るのは一瞬なんですけどね。こういうシート買ったけど一瞬で燃えたんすよね。スパッタシート。これの弱点はこう上にお徳がつけられるんです。ああ、まあまあな弱点です。料理に向いてない。焚き火用の。テテテテテテテ、結構全部立っちゃうよ。テテテテテテ。はい、どうも森猿です。よろしくお願いします。今日はですね、ナンを作りたいと思います。イエーイ。おー、すごい。なんちゃってないな。なんちゃってですね。ライフで買いました。バターチュキンカレーと手伸ばしナン。焼くだけやろ。焼くだけ。ナンセンスじゃないそれ。あはは、上手。なんちゃって、なんちゃって、なんちゃって。はい、ポトミ。え、何からの質問。あー、ちょっとすいません、そこまで決まんなかった。もう何回も言わせんといてや。あー、うまーい。なんでやねん。おーおーおー、なんだかんだ言ってくれます。失礼しました。インド料理美味しいとこ知ってますか？あ、でもここに1回しか行ったことないです。一回しか行ったことないのにめっちゃ重いとこ。いや、欲しかったんですよ。マジですか？何回も通いたい感じが。いや、通いたいんですけど遠いから結局行けてないっていう。いただきます。あー、どうぞ。で、焦げいただきます。いや、焦げててもうまい。もうすごいな、パリパリしてる。うわ、まずなんちゃって。うまいです。ちょっと間がなかった。ちょっと早かった。なんでやねん。お前。このまま5倍くらいも。ま。